吉原貴博と申します。46歳です。東京で飴細工師として活動しています。私は今まで19年日本の伝統芸、伝統細工菓子である飴細工を披露してきました。では日本の飴細工ご覧ください。Hi everyone, it's Winnie from Asian Boss. Before we get started, just a quick shout out to our sponsor, Sakurako, who made this video possible. If you ever wanted to try the most traditional Japanese sweets, snacks, or tea that you won't easily find outside of Japan, you have to check out what Sakurako has to offer. If you subscribe to their services, you can enjoy a monthly box full of 20 different traditional Japanese snacks, sweets, and tea, and their boxes come with different things every time. If you're curious about what traditional Japanese sweets is all about, make sure that you check them out. And now let's go meet the candy artist.いいお店ですね。そもそも飴細工ってどういうものなのか教えていただけますか。はい、飴細工っていうのはこうね、棒についた飴をいろいろな生き物の形にするんですよ。でそれをまあ大道芸のように目の前でパチ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 っと形を変えていくというようなお菓子、まあお菓子、細工菓子になりますね。全部ご自身が作られたものですか。はい、はい、そうです。ここのお店で全部作ってます。特にこれとかなんかすごい、金の、はい、すごい、ね、これもこれどのぐらい時間かかったんですか。これですと5分。5分？はい、5分だけですか。5分でできます。もう すごい。じゃあ結構なんか手がもう、はい、そうですそうです、はい、このね、今これ普通に飴硬いんですけど、はい、柔らかいうちに作るんで5分ぐらいで固まっちゃうんですよ、この飴だと。それなので5分です。はい、すごい。いやー、これでも食べるのがもったいないぐらい。ありがとうございます。これで1つの飴玉から2つお花が咲いているようになっていきます。かわいい。で真ん中もこれハサミを切るだけじゃなくて、こういろんな使い方をします。これは引っ掛けてね、持ち上げるんですね。でこれをくっつけるんです。でこれに切り込みを入れて葉を作ります。飴細工をされている職人さんって日本に何名ぐらいいらっしゃるんですか。趣味で やってる方も含め、できる方っていうのはもう100名ぐらいはいるんじゃないですかね。はい、ただ実際に事業、まあ仕事としてやってる方っていうのは半分もいかないと思います。飴細工のお仕事をされて20年近くになると思うんですけれども、はいはいね、はい、このお仕事から離れることは考えたことありますか。ないですね。ないです。はい、本当に今までこの飴細工の文化を残したいと思っているのと、やはり人に喜んでもらいたいと思って続けてきているので、他に仕事変えようかっていう余裕という余裕がなかったんじゃないでしょうかね。まあ一生懸命ずっと走り続けている感じです。お口を作って、これが頭で、お尻の方を細くしてから伸ばします。ちょっとね、ヘビ長いんでこのまま一気に長くしましょう。いくよ、よいしょ。で形を作っていきましょう。はい、じゃあこれで緑色のヘビでね、ぐるっと出来上がりです。ありがとうございます。飴細工の実演見てどう思う？なんかすごいやり方とかが分かっていいなって思う。買って持って帰ってもうすぐ食べちゃう？ちょっと眺めてからかな。目の前で作ってあげてるその子供が笑顔になってくれたりとか、まあ作ってやっていることの反応が直に返ってくるっていうのが、やはりやりがいにつながるところじゃないでしょうか。
今何をされてるんですか？今ですね、飴を取り出します。透明な飴を使って作りますので、なるべく状態が綺麗なようにと言いますかね、綺麗なように、飴をすくい取ってるところです。飴細工の作る過程において、はい、何が一番難しいですか？飴が固まる寸前に形にするというのが実は一番難しいところです。作り途中で迷ってしまうと固まるので、その迷うことをしないようにするということですね。じゃあまず丸い綺麗な赤い飴玉ができました。ここから作っていきます。ちょっと大きめの粒をね、作りたいと思っております。だいたいこの大きさですと10分ぐらいで固まると思うんですよ。ただそれだけではやはりこの大きさだと作りきらないので、まあ途中でですね、場所場所を温めて細工を入れ直すというか、こうより綺麗な細工を入れたりするということがあります。まあ、これ彫刻刀じゃないですけど、半円状になっているもので鱗をきれいに写し出すんですね。細かい細工を入れることでより工芸的なものになっていくんですよね。やっぱり、うん、なんかガラスみたいな感じになってきますね。そうですね、なんかこんな感じで出来上がり、ありがとうございます。すごい、すごい、もう綺麗で、ありがとうございます。これって普段こう、はい、例えば販売されるとなると、はい、いくらぐらいになるんですか？5万円以上はかかってしまうと。5万円以上ですね、はい。そうですね。それはまあそれはそうですよね。はい、1日がかりになる場合もありますので。はい、そしたらもう食べるのは本当になんかもったいなく感じるんですよね。その目で楽しむ分もお値段に入れておいてください。はい。でもそのうち消えてしまうっていうのはちょっと寂しいんですね。まあいいんですよ。消えた方が思い出に残りますから。あるよりも。はい。だから飴細工はそういうので。みんな子供の心に残っていくんですよ。おぜひ手に持って。すごい綺麗。もうすぐ行っちゃっていいですよ、頭から、はい、本当にいただきますよ。頭から、頭からいきますか。頭からそれか後ろのあのボール玉の方から。じゃあ龍様ちょっといただきます。はい、うん、おいしいですね。なんかおいしくてついついなんか噛みたくなっちゃうのか。はい、じゃあちょっとたまね、うん、パイナップル、うん、おいしい。もう甘すぎないのがちょうどいいですね。なんか、舐めるの時間かかるんじゃないですか。かかりますよ、かかりますよ。映画何本見れるかわからないぐらい多分ずっと舐めてないといけない、うん、お仕事をこの先どのぐらい続けていきたいと思いますか？ああもうここまで来たらこのままずっとやり続けると思います。作れなくなるまでやると思います。Well, I hope you enjoyed the video. So here's the dealSakurako is truly passionate about spreading their love and respect for Japanese culture across the world, and they only feature 100% authentic and artisanal snacks. They have both monthly and prepaid plans, so you can try them with minimum risks. But here is the cool thing.
We actually worked out a deal in partnership with Sakurako so that the very first 100 people who sign up for their monthly membership plan can get a special handmade sakura candy that was sculpted by the artist himself. Sakura in Japanese means cherry blossoms, so you get to taste the real cherry blossom candy from Japan right from your home. We will leave the details in the description below, so make sure that you check it out. Well, thanks for watching, and always stay curious.